接客による売上アップをテーマにした講演会が前橋市で開かれました。この講演会は地域の経営課題の解決に取り組む日本政策金融公庫と県美容業生活衛生同業組合が開いたものです。講師は元山形新幹線の車内販売員で、現在は講演活動などを行う茂木久美子さんが務め、美容室の経営者などおよそ80人が参加しました。茂木さんは25歳で車内販売のチーフインストラクターに抜擢され、およそ1300人のスタッフを指導した経験があるということです。他の人と違ったのは、多分共感力というところが大きく違ったんだなって思ってます。共感力という言葉を挙げた茂木さんは、商品を売るために接客をするという考えではなく、相手が何を求めているかに寄り添うことで話し方や声のトーンも変わってきますと話しました。そして販売とは関係のない雑談が商品の購入につながった経験などを語り、接客でのコミュニケーションの重要性を伝えていました。